保釈中の闘争は先月末に不法に出国した疑いのあるカルロスゴーン被告をはじめ、全国で相次いでいます。刑法の逃走罪は、刑務所や警察署の留置施設から逃走した容疑者や被告が適用対象ですが、保釈中の闘争などは罪に問えません。法務省は逃走罪に保釈中の闘争も適用できるようにするため。 法務大臣の諮問機関法制審議会に刑法などの法改正を諮問する方針を固めました法務省は早ければ来月にも諮問するということで捕捉された被告の行動を監視するため GPS を装着させるなどの対応策も検討される見通しです